さて、じゃああとは内科の症状ちょっと離れまして、こう手足の症状ですね。しびれなどの感覚異常、漢方ではこう怪我なんかによってこう怪我をするとこう血の流れがそこで一旦途切れてしまいますので、そこで血が滞るというふうに考えます。ですから そのような原因でしびれが起きた場合には、血の滞りを取り除くという、治療方針で臨みます。あるいは怪我とかもないんだけれども、なんとなくこうしびれ、手足にしびれがある、でしかもこう顔色も悪くてこう痩せた方で消化も良くないっていうと、もしかするとこの方は血が足りないんじゃないかなと考えるわけです。そういう方には血を補うっていう、そういう治療をさせていただきます。実際の例ですけれども、49歳の女性で、肩から腕、手にかけてしびれて、でいつも手足が冷たい、食欲は普通ですけれども、いつも便秘がちという、そういう方がいらっしゃいまして、この便秘っていうのも、先ほど大腱中等と小腱中等のお話しましたけれども、この方の場合は潤いが足りない、つまり血の巡りが良くなってない。で血が腸にも行かないから腸は潤されないし、それから肩から腕、手にかけて血がちゃんと行ってないんで、しびれが出てくるということなので、こう血の手足へ血の巡りを良くしましょうという、そういう漢方薬があります。それを服用してもらいました。当帰四逆散というんですけれども、当帰四逆湯というんですけれども、これを20日間飲んでいただきましたら、足はね、まだちょっと冷たいとおっしゃってましたけれども、肩腕手のしびれは全くなくなったって喜んでいらっしゃいました。